やでもあれはでかかった。ああニットでもな、いくらなんでもニットでもだって目やったっすもん。ちっ黙ってるよお前。京都観光してきましたよ。あマジで2人で清水寺行ってたら、うん、なんかでツイッターでなんか何千いいねとか来るすごい人いて、メロンさんずっと女の子見ますよ気持ち悪い。あのずっと行くたび行くたび見てないねん。可愛いな。なそう繰り返しとったらなんかちゃんみたいな。でメロンさんが目送ったら返信来て、あいました今本当にって言って。しかも隣に男歩いてたんですよ。その会話怖いから。さ女性とデートして声かけられるのですか。そう気になる。そういうの絶対ある。最近はない。最近はない。最近帽子とかマスクとかつけてるから全く声かけられない。あー、ね、あー、わかんねえんだ。そう。最近はないな、本当に。冬になってから。夏とかはあるな。ジョセリンもさ、派手な服着るからさ、ジョセリンで気づかれるわ。俺じゃなくて。え、ないの？チリゲは。なんすか？あれ、街中でホモなんですかって。ないのか。ない。ないか。ない。あれ、ホモみたいな顔なんですかって。顔みたいですねって。ないの？ホモキャラはつけんでいいよ。メロンさんずっと携帯いじってんすよ、本当に。え？マジずっといじってんの、歩いてる時に。俺が。ああ？そういうやつ、だからアメリカ人のハーフの彼女に、なんか別れを告げられんだよ、お前。ずっとインスタで女の子に絡みに行ってんすよ。え？言ってないよ、別に。DM で。メロンさんすごい、意外と有名な女の人と絡みまくっとる。そうなんだ。そういうとこちょいちょい絡めるタイミングがあったらもう突っ込みまくってんですよ。さええー、何の人に突っ込むから。彼らの女子高生の手出そう。アホかお前。お前やばいぞそれ。アホか失礼な。P だよ。いやーメロンメド。いやでも彼女嫌ですね。必死っすよ。そんな必死だから汚いが見られんだよお前はよ。一言でかい。どうしたんすかっつったら、ニットの女の子。いやでもあれはでかかった。ああニットでもな、いくらなんでもニットでも。だって目やったっすもん。黙ってるよお前。確かに大きいここはびっくりするんですけど運転中なんで僕。カワサスイッチの言い方意味わからん。ここはダメだろお前。え、これスポーツって何このスポーツ場。俺もわかんない。それはもう高速走る時とか山道とか押してみていい。ないっすよ。田中さんマジ CX5 選択肢ありますよ。なんか普通にいいな。飲みます後で。いいいいっすよ。押してみていい。じゃあちょっと大事ですか。押してみていいやね。これは押してみて。それエンジン切れますから。マジで危ない。もう怖いわ。マジで怖い。子供やん。めちゃくるっすわ。18分。東京の大阪みたいっすね。あでも国民性はいいっすねやっぱりね。大阪よりは。あそう。やっぱり道譲ってくれます。いやでもマジでナンバー夜のナンバー本当になんか治安悪いというかさ、俗にヤリラフィーみたいなさ。メロンさんもそんな感じ。あそんな感じか。寝る時も「ちょいや俺うるさくないと寝れんだよ」みたいな。なんか何か音楽聴いてんねん。人は関係ないと無理なんだ。寝る時に俺は音楽聴いとんねん。これ30近くぐらいめっちゃ音でかいんですけど。え雄大もそんな感じなの。雄大は違うんですよ。友達の名前出さんでいいんですよ。死ぬ今日の MVP 説あるんだ。今日の一番の取れ高。それだから雄大の死ぬ。まっすぐですか。左だろうがや。馬場さんって長男ですね。あ、まっすぐかこれ。長男。うん。長男っぽい時もあれば、全く長男じゃない時は、なんなんですか。そんな感じ？はい。でも俺妹二人だからな。だからこの前あれだよ、会った時にエアポッツ買ってやったよ。おお優しい。あ受験の時騒ぎまくってたからな。妹が受験の時なんかスナイパーが使うようなあのなんかあのボーンなあのイヤーマフみたいなつけとった。戦場だよ。戦場だった。戦場だった。家が戦場だったもんね。ガッツマンか。お主。お主ガッツマン。ガッツソウル。ガッツソウルを私にくれ。ダメだ。ダメだ。ガガガガガガの曲がしだね。グー食べるのは、祇園少女の鐘の声、上行なんだよの響きありということでね、抹茶福餅でございます。馬がすごいから。めちゃくちゃ普通にうまそうじゃん。これ何清水寺で買ったの。馬渡したら食べるやんかお前。
食べさせていただきます。あんまり開け方気をつけてください。全然全然それ食べたらあんまり怖い。こうだろ、こうだろ、そうだった、出るって。ちょっと待って、さっさばきそうそう、さばきそうそう、静かに開けて、静かに。それでは静かにね、オープン。おー、危ない危ない危ない。あー、ええわ、これはおいでやす。じゃあこぼれてるからもう。旦那さん、ここにタオル、タオルないから、お気に入りやねこれ。粘り気がすごいよこれ。皆さん、皆さん、考えてください。こんだけやるってことは後でやり返していいってこと。そうやな、そうそうそう、ためやんなこれ。そうそうそう、そういうこと。喧嘩する。京都人がいつもこういうもん、いいもん食ってんの。高貴な人間だと思ってんだ自分が。なめとんのかお前は。貴族だ。これはでもあれだぞ、普通にスーパーで買うよりうまい。スーパーで持ちよりそらそうや。気持ち悪い。乾杯。おっす。ああ。うん。うん。美味しい。まあまたね。うわ、肉食いたくなってきた。なんかこう火を見ると、なんか生きてる感じがしない。お前原始人か。タマサスリ隊はね、もうもう少し落ち着いたらまた動画撮ろうかなって思ってるけど、まあちょっと。まあ、今こうやって3人なのは、まあ裏切り者がいるから、ちょっと俺の活動に対しての、なんだろう。ね、笑ってるよ、これガチギレっすか。一番俺より切れてるやつ呼ばれるからね。だから俺直接言われたから。俺がやる気になってる。うん、チレゲがね、編集とかもやってくれてるから、うん、その横で、まあ裏切り者は、うん、まあ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 、また動画で言うけど、ちょっと俺の方向性に現場向けないくせに、うん、どうせ、うん、どうせなんとかだよみたいな。多分この動画見てない、ヒヤヒヤしてるんだよね。なんか超眠い、あるタイミングを逃すと目覚めちゃいますね。わかる、あれつらいわ、あれつらいわ、あれ絶対やっぱ俺ら浴びすぎなんですよ、ブルーライト。ああ、でもメタバースの世界になったらそんなのも解決、寝るのも必要ないと。ああ、これうるせえな、トルコ、これちょちょちょ、ナイスです。はい、なんか変な話しました、ね、何をしたんだって。何を何番ですか、何番、何かを了承したっすね。俺ら以外バーベキュー一緒なんだ、うん、寒いっすからね。これ生だな、知らないっすよ。食う、いや、いらないっす。いらないの、お前全然食わねえじゃねえか。え、全然食うっすよ。え、食ってる方がこうっすよ、そういう。本当？はい、本当は小食だ。だから細いんか、細い人ってそういうことなんか。ちゃんと分かれてますもん。いや、俺タマオさんと似てると思いますよ、取り方が。あー、わかる、うん、そうかもしれない。クワンクワンクワンドカ食い、クワンコンドカンドカ食い、そうそうそう、まあ、で家でもご飯食わんの。食うっすよ、でも俺多分完食しないんですよね、僕。あー、なんでお菓子食いたくなんない。え、なります。いや、このお菓子かしてますね、俺ら満腹中枢食われてます。なんかえ、でも最近僕付き合ってましたよ。え、2週間で別れたっす。なんで別れた。ガールズバーの子なんですよ。うん、元彼がなんか DV やってたやつで、それに依存してたっす。あー、で、またあれ復縁しちゃったってことかな。なんだろうな、あの DV 男に依存するね、あれは。何だろう、だから定期的にタモさんが俺のこと叱ってくれたら、うん、俺は多分依存するんじゃない。あ、ハマグリ、あ、いいですね、ここで一回ちょっと海鮮挟む。海鮮挟むと、いいっすね。何が、何がやねん、何がやねん、左側っすね。かわいい。おー、あー、なるほどね。22?3?22?3? あ、やべ、なんかいいねしちゃった。何これ、ちょっと、ちょっと、わかんねえ。インスタの使い方わからんからさ、そのことは何かあった。僕は元彼と別れてって聞いてたんですよ。で、僕家に遊び行ったんですよ、うん、ほんで、まあ、帰るわっつって、うん、家出たら、男とすれ違ったんですよ。え、あれと思って、こんな時間ですれ違うかな、うん、これ元彼ちゃうと思って、うん、玄関の前に行ったら、これやってるわと思って、うん、ちょうど玄関が出てきたんで、うん、問い詰めて、で DV してたって知ってたんで、あ、女殴るのちゃうみたいな、お前ら付き合ってないやろみたいな言うたんですよ。ほんなら、え、付き合ってますよみたいな。ええってなって思って、俺は付き合ってないって聞かされてくるゴミやった。そう、そういうこと。いや、お前殴っとるかぐらいの勢いやったんですよ、ほんまに。元カレって聞いてた、うん、ここで今頭出てきたんですよ、サモサモ。彼女を消す。これはハマグリだっけ。いただきます。父、そういうこと言うな、お前は。おー、
負けー。残った子にするな。